キャロットステークスは日本社会人団体馬術連盟の主催する初級から中級ライダーを対象とした馬術競技会である。第一回は1980年に東京都世田谷区の JRA 馬事公園で行われた。日本社会人団体馬術連盟の主催する多くの大会が日本社会人団体馬術連盟の加盟団体向けの対応場による競技会であるのに対し、 このキャロットステークスは、加盟団体に限らず、誰でも出場できる、地場による、競技会であるのも、特徴の一つである。例年10月前後に開催される。全日本学生馬術連盟主催の、全日本学生馬術三大大会前の開催となる、ため、全日本学生馬術三大大会の前哨戦、順地、練習として、大学馬術部からの出場も多く、 それに合わせた競技も用意されている。また、速歩による部班競技やジムカーナ競技があり、乗馬、馬術を始めて間もない初級者にとってものハードルの低い大会となっており、競技会でビュー戦としても使われる。さらに、これらの初級者向け競技については、中学生以下の選手のみが出場できる、チルドレンハンなど細かくクラス分けされ、各クラスで表彰が行われるため、 出場選手が入賞できる可能性が高く日本では人気の馬術競技会の一つでもある。馬場馬術競技においては日本馬術連盟の公認競技も実施している。大会や年度によっては実施されない競技もある。キャロットステークス日本社会人団体馬術連盟2021年7月9日閲覧乗馬ライフ2016年1月号 2021年7月8日閲覧。第40回キャロットステークス開催中止のご案内。日本社会人団体馬術連盟。2021年7月9日閲覧。ありがとうございます。